コーヒーバッジングとコーヒーパッシングの話です。うん、バマッチングってどういうことですかね。意味が分からなかったんです、ね、これね、あの、これもね、H4 の Y さんが今日送ってきたんや。で、コーヒーバッジングに関する記事を送ってきてね。で、僕ね、バッジングって何やんって、バッシングの間違いじゃないのかと。うん、いや、パスそのコーヒーバッシングもおかしいから、コーヒーパッシングじゃないかと。それもね、うん コーヒーの部分は、あれですか飲むコーヒーですかで飲むコーヒーです <laughs> <laughs> で。問題はバッジングなんだけど、パッシングの間違いじゃないかって言ったんだけど、調べてるとパッシングという言葉もあって、それで、ね、全く別の意味なんだ。だから、うん、今日はね、これからねコーヒーバッジングとコーヒーパッシングの話をします。ですでコーヒーバッジングとは何と呼ばれる、これは最近の観光名、ね。それは何か、<え>オフィスへの出荷。 金を求められているハイブリッドワーカーがリモートワークを好む場合に見られる傾向です。で、コーヒーバッジングについて知っておくべきことは以下の通り。まず定義。コーヒーバッジングとは従業員が短時間オフィスに立ち寄り、通常はコーヒーを飲んだり、同僚と交流したりした後、その日の残りの時間は自宅で仕事をするために変えると。 うん、要するにタイムスタンプを押すためだけに会社に行って、えー、でコーヒーを飲んで帰ってくるとそれをコーヒーバッジングというんです中、えーえー、で、率ですが、これはまあアメリカの会社が調査したところによると、ハイブリッドワーカーの58%がコーヒーバッジングを行っていると。うん、で、同期、従業員はこの戦術を用いて、その、 要するに会社から出てこいと言われてるわけだから、そのオフィスの出勤ポリシーというのがある。それを満たしつつ、オフィスでの滞在時間を最小限にする。うん、で、それで長い通勤とか経費の節減とかに、まあ、要するにリモートワークをすると。で、タイミングとしては多くのコーヒーバッジャーはですね、ピーク時の通勤を避けて、戦略的にオフィス時間あ、ホームのタイミングを測って、多くの場合、午前中、 午前の中頃に到着して、午後早くに退出すると。うん、で、えー、生産性の主張で。従業員はね、オフィスに出た後で自宅で業務を完了するため、コーヒーバッジングは仕事の生産性に悪影響を与えないと言っておる。これは労働者が言ってるんですよ。で、経営者の視点は、でこの傾向はオフィス復帰を。 強制しようとする企業にとって、まあ課題となっていると。で、従業員がオフィスに出勤する説得力のある理由を多く提示する必要性があると。で、より広い文脈では、コーヒーバジンが従業員がいつどこで働くかをコントロールすることをますます重視する中で、まあ、職場の柔軟性に関する大きな議論の一部となっておると。 だからコーヒーバッジングとはリモートワークを好む従業員の希望と、オフィス出勤を推進する企業のポリシーとの間の緊張関係を反映してる。え、その言葉はアメリカで流行ってるんですかそう,そう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 。日本ではあんまり聞かないですよね。聞かない。実際、うん、やってるだろうけど、そういうコーヒーバッジングという命名はないわけやなああだけど、あれですか オフィスにコーヒーコーナーがあって、休憩みんなして、そこでするみたいないや。それはいやいやいや今、今までもあったでしょう<の>ここでポイントは、今、ええ、要するにコロナで、ね、リモートワークになってで、そろそろコロナも終わると、まあまあ、思ってやね、企業はまた出てこいやった。言ったら、うんね、従業員の方はリモートワークの、に慣れてしまったから、ね、うん、もう、 行きたくないと。ね、それでも来いということに対して、なんとか戦闘機いか,んから、まあ、行って、で、タイムスタンプをしてコーヒー飲んで帰ってくるという戦法を取ると。うん、で、この記事の下をあ、これ日本語の記事もあってね。で、それを見たときに下にコメントがいっぱい書いてあってね。これ、で、ね、会社にね、来いと言うなら俺は辞めるとかさ。あるいはね、これはね、 あの、ヘッドハンティングのいい機会だと。で、あの、出社をね、あの、ね、あの共有した、するような会社があったらね、そこの有能な人材をヘッドハントする絶好のチャンスだと、うんうん。という、そういう見方もあるらしいですよ。で、だから俺ならもう辞めるとかね、そういう格好みがいっぱいあったね。うーん まあ、我々ね、よくわかんないわけだ。つまり、ね、安田さんは別に、む、え、し、ー、ろ逆の立場で。<laughs> うん、まあ。経営者の立場だし。あああまあ、今いませんけどね。<laughs> うん。なんか、塚本先生は、これはまあ大学だからどうなんですかね。別に学校行ってコーヒーを飲んで帰ってくるってことないですよね。いやいや、割とそんな感じですよ。多分 <laughs> <laughs> 聞いてて、私のことかなとか思いますただ、<laughs> 別に自分の部屋ですからね、コーヒー飲むのね。うんうん。っていうような感じとはちょっと違うかもしれませんね。ああのいわゆるタイムスタンプってないわけよね。ないですね。それは大学ね、うんえー、教員の、まあ、特権というのは特権ですね、うん。まあ、だけどあの人はコーヒー飲,み飲むためだけに会社来てるみたいな悪口言われそうな感じしますね、確かに。でもそれがみんなやったら<そ>別にねも、もはや悪口じゃなくて。 うん、でむしろ逆にあいつね、働いてんのかって、ね、うん、バカちゃうかとか言われるんじゃないの <laughs> <laughs>、うん、それはバッジングで次パッシングです。うん、で、コーヒーパッシングとは、うん、コーヒー豆が動物、特にアジアジャコーネコが食べて出した運の中にあるコーヒー豆で入れたコーヒーと。うんえっ なん全然違う話じゃないですか。どういうことですか, <laughs> だかパッシングってだから消化期間をパッシング通過したという意味ですね。<laughs> ああ、はいはいはい。はいや、僕はんでいいか。いや<え>、僕はコーヒーバッジングという言葉を聞いたから、これはパッシングの間違いじゃないかって言ったんだけど、<ー>調べてみたら、パッシングという言葉もあって、<ー>それはイメ<え>ーう、うん、ジタイムじゃない。じゃャこう猫がコーヒー豆を食べて、 で、それで排泄した。よね、その、こその、ジャコネコの消化器官の中で、そのコーヒー豆が発酵してですね、うん、うまくなると。うまくなるんすかなんか、あれだすごい高い、こう、こうそう高いのよ。あ、そうなんですか。うん。へ<ー>でね、この話を H4 の Y さんに言ったら、ものすごくアロマがあの強いんだって、香りが高いんだって。ああ。 で、まあ、なんでそうなるかって、これコーヒーね。豆を食べるわけじゃないのコーヒーチェリーというものを食べるらしい、ね。で、うん、この中に豆、あの、あのコーヒー豆っていうか、ね、があるわけで。で、ジャコネコはそれを食べて、ね、チェリーを食べるわけ。うん、<う>なるで、るその豆も飲み込むわけね。うん、で、消化管を通過する際に発酵して、うん、で、 で、そこでコーヒー豆のタンパク、貯蔵タンパクが分解されて、アミノ酸の素性が変化し、うんえー、香りに影響を与えると。つまり香りが良くなるわけ。うん、で、邪行猫はね、部分的に消化されたコーヒー豆とその他の排泄物を出すわけ。あはあはあ、で、この排泄物、猫の排泄物を集めて、洗って、加工して、で、えー、作ると。 で、これはね、コピールアクコーヒーと呼ぶらしいね。コピールアクコーヒー。まあ、邪行猫コーヒーと、うのは簡単だけどね。ジャコネコ,コーヒーの方がわかりやすいよね。邪行猫コーヒーってありますね。あ、売ってますね、アマゾンでも。高いやろ。高い。むちゃくちゃ高い。だか100グラム6000円とか。ええー、<laughs> なんか、今見たのはそうでしたね。 いでね、一部の人は、ジャコネコが最も熟した最、ジャコネココーヒーが最高のコーヒーだと。うん、で,で、ジャコネコはね、最もね、熟した、うん、最高のコーヒー、チェリーを選ぶと言っておると。だからそれがコーヒーの品質に寄与してるんじゃないかと。<laughs> だけどね、これはね、また問題になって、動物福祉の観点から論争の的になっておると。 なぜかというと、このじゃこねこコーヒーの需要が増えるとや、ね、生産者は、ね、生産を増やすために、じゃこねこを劣悪な条件でおりに閉じ込めるとで。この観光は動物福祉に反すると。だから、<laughs> コーヒー専門家とか、うん、福祉団体が批判しとると。で、おりでの生産ね、劣ったせあの製品、そんなんよくないんだと主張しとると。また、コピール枠、じゃこねこコーヒーの真理の問題,も問題になってると。で 野生の邪行猫からのコーヒーとは飼育されたものと区別する方法がないと。<laughs> だから、これらの倫理的問題、品質の懸念から、一部のコーヒー認証機関はあのコピールワークの認証を拒否しておると。うん、で、この独自性と高価格にもかかわらず、多くのコーヒー専門家はコピールワーク、まあ、邪行猫コーヒーを優れたコーヒーより、むしろギミックとみなしておって、うん、一部の味覚テストでは、あの、 悲しも、味が良くなったわけじゃなくて、むしろ低下したんじゃないかという人もいると。だ、だけどこれはやっぱり希少性の問題だと思うんだよね、高い。そうですよね。いや、だけど美味しい、美味しいという話ですよね。まあ違うものになるんでしょうかね。普通のコーヒーじゃない。コーヒい上、だから、辛味が高いっていうのね。うん。なんで、ワインさんはアロマ、つまり香りが高いと言ってるわけ。うん、香り。それが。 うんまあ、香りは香りでしょうね。人間じゃダメなんですかね。人間が。<laughs> <laughs> <laughs> やって自分でね、できたらいいじゃないですか。<laughs> これね、邪行猫って言ってんだからね, <laughs> ね。普通の猫じゃないわけだからね。<laughs> 普通の猫でもダメですかね。その辺にいるね。邪行猫って邪行ってなんかだから香りが高いでしょう。そうか。邪行だからいいのか。じゃあダメですね。うん ああでもそんなのしあるんですね知ら。知りませんでした。でも僕も知らなかった。今日まで知らなかった。ああしかもこんな高いなんて。目 <laughs> <laughs> にも入ってないってことですね。私はそれ見たことありますわ、どっかで。ああ、そうですか。うん、一回まあ飲んでみたいもんですね。<laughs> うん、でもね、自腹で飲むのはちょっと大変やな、高すぎて。<laughs> またごってもらえばいいんじゃないですかバッジングとバッシングなんか全然違う話。関係ある話かと思えば。まあ、どっちも。バッジングってバッジという意味だと思うんだけどマバッジをスキャンするってことですね。会社に。バッシングはね、叩くっていう意味やからね。またこれ違う。そうですね。先生、コーヒーは飲まれるんですか飲みますよ。毎日。 ええ、ね、私はねあの、これもね、A 地方の Y さんからの勧めや。えー、彼はね、ものすごくコーヒー愛好家なんや。えー、で、僕はねあの、いや、ほんでねあの、やっぱり豆から引かんといかんとおっしゃるわけや。で、僕はその引くものを買ったんだけどねで、そんな安物じゃダメだって言ってね、高いのコート送ってくれはったやんや。<laughs> <laughs> だから、ひ、引く機会はうちに二段あるんやん。んでね、最初はね、僕ね、あの、コーヒーメーカーで入れてたわけ。まあ、引くことは引くんだけどね。うん、だけどさ、最近そのコーヒーメーカーちょっとね、調子悪くなったから、実際自分でこう、インんンで自分でこう入れると。やっぱりこれやらんといかんのね。うん。やり方知ってますあの、コーヒー、ねこ、こういうのに入れてやね。で、最初ちょっとこう、お湯をかけて蒸らして。 だ、うん、からゆっくりこう入れていくという、なんかそういう作法があって、ね、Y さん、その作法にうるさいんや、いろいろ。<laughs> いや、全然変わりますからね、で味がね。ですか <laughs> ありますから、まあ、そんなね、細かいところで違い出るかどうかわからないですけど、基本、蒸らすっていうのは大事ですよね。うん。一気にドバーっと入れたりしたら、もう全然、なんかえらい薄い味になっちゃいますよね。ほうん。ほ、うん、かね、Y さんがおっしゃるのは、さらに言ね、 その小さな粉を捨てんといかんと、補さといかんとおっしゃるね。よ、えー。で、全然違うよとおっしゃるんだけどね。僕ね、でも小さい粉はね、捨てんのもったいないから、それも入れてるって言うから、<laughs> そういうね、せことくでやらんほうがいいって。で、そのために、それを越すためのね、フリーまで送ってくれた <laughs> しかもね、このね、<laughs> この、これ、なんちゅうの、この、こういう格好したもん。あ,あれもね、普通ならさ、うん、あのコーヒー、ペーパー、こういう格好でしょこういう格好じゃなくてね、円錐系のやつがいいんだとかおっしゃって。はい,はいはい。えー、そういうのあるんですか。とんがったやつですね。あるんです。うん、とんがったやつ。だからそれも送ってくれはったやんそれ用の。はい,はい。でもね、僕ねそ、それね、とんがったんとね、こういうのとね、どこが味が違うのか僕には分からないん。<laughs> そもそもやで、ね、 そうまあ自分で入れるのはいいけどさ、そのコーヒーをどこで買うかっていう問題があってね、それは業務スーパーで買ってくるわけですよ。そこ、そこ一番大事じゃないんですか。<laughs> <laughs> でね、あの、と行く、あの学、大学に行く途中にコーヒー屋があってさ、ね、ブルーマンクとか書いてあって、高いね。うん。ああいう、やっぱ、立派なコーヒー、美味しいんでしょうが高いね。うん。 高いですでも僕ね、あの、業務スーパーのコーヒーで結構いいと思ってんだけど。うん。で、えっと、安田さんはどうされるんですかコーヒーは飲まれますかコーヒー飲みますよ。で、その時は、火、火、あの、やっす。ちゃんと。自分でゴリゴリと。はい、やっております。電動じゃなくて電動じゃなくて。で、やっぱりこう、蒸らして。はい、私もあの、とんがったやつですよ。えとんがったやつをちゃんと買って。 やっておりますよ。でそ、その、あの、いや、なんでとんがったんがいいんですか。ね、いや、そこはよくわからないんですけどね。なんとなくいいなと思って。ういましたね。うんまあの、それはずっと使ってますね。はい、うん。ちゃんとブらして。うん、っ、うん、てますね。塚本先生はどうなんですか。いや、飲んでますよ。だけど、引いたやつを。買ってきますね。あ、粉ね。え、粉を。 あれね、手っ取りは良くていいんですがね。えー、えーでうん手、手で入れてますけどね、お湯入れてね。うん、あのね、えー、Y さんに言えばさ、ね、手っ取りは良くていいかもしれないが、この弾く、この,このリチュアル、儀式がいいんだって。<laughs> いや、それは分かる。わかります、わか,かります。それも込みでなんかね、コーヒータイムになるんですよ。っていうか、やっぱ香りだと思うんですけどね。手でいい弾く。 あの、早く香りが抜ける。うん。まあ、酸化するって言いますよね。うんうん。味がやっぱり変わるのは変わると思います。うん。だけど、本当はロー,ローストからね、する人が、本当は。ありますね。ねあれはちょっとさすがにできないですけど。うん。さあ、コーヒーはまあ、<laughs> えー、毎日みんな飲んでるという、健康にもいいということですよね。そんなんたくさんじゃなうん、うん そうなんやさ、ね。いろいろ、あの、両論があったんやけどね、最近読んだペーパーでいいって話。いいってことになってますかうん。またいいってしか読まないことにするわけ <laughs> 勝手なもんで。<laughs> じゃあ、こうね、のコーヒーね。うん。じゃ、はい、それ、飲まれた方は、ぜひコメントしてください。<laughs> はい。